重粉診断とは、第二次世界大戦の末期、第二本帝国海軍の陸戦部隊により、太平洋の島々の防衛に投入された、玉体直径45センチメートルの大型ロケット弾である。以下は、アメリカ合衆国側の調査による内容である。重粉診断を連合国軍が最初に発見したのは、ルソン島の戦いである。これは、先導式のロケットに、 棒状の固体推進薬を39本充填したもので、その重量は5 9ラムである。燃焼ガスは、玉体に回転力を与えるため、18度の計画が、ついた6個の噴気口から強制的に噴出される。このロケット推進部分の総重量は2 5 8キログラムである。推進部の本体、弾頭、そしてノーズコーンは、すべてが、 厚さ1 9ト、mm、ルの圧縁鋼板で作られ、お互いが溶接されている。弾頭部分は1 8 0ラムのトリニトロアニソールを収容し、またノーズコーンの中央には、海軍が2 0トル粉身弾に用いている弾頭新艦か、または陸軍が粉身弾に用いる新艦を収容するためのくぼみが設けられている。発射機は2輪の木製の台車に、 金属製の床板が付けられており、これが粉心弾の基部を支持する。重粉心弾は点火用の紐を引くことで打ち出される。紐は、発射器の株左側についたバメ駆動のハンマーを作動させ、これが雷管を叩いて、粉心弾の推進薬を点火している。発射の衝撃により発射器が壊されるため、使用可能なのは一度のみである。 最初に露隔された重分診断はマニラで試験を受けた。また、行角43度での発射に成功した重分診断は、飛翔の終盤に入ると弾道が不安定に変動し始め、射程は 2km に達したのみであった。4発以上の重分診断がメリーランド州のアワディーン性能試験場にて後に試験を受けた。そこではこれらの分診断が射程 5km に到達した。 10分診断は直径6.1メートル、深さ2.7メートルのクレーターを作り出し、着弾地点から317メートルまで燃える断片が散乱する。ただし、10分診断の精度は貧弱であると研究される。そこで、これらのロケットは特定の目標に狙い撃つことはできず、代わりに単に敵のいる方向へと打ち出される。またおそらくは工場用としてより有効である。 立山海軍法術学校研究部が作成した陸戦兵器用目標では射程2100メートル先導式発火装置が撃発式4式着発進管を用いると勘記される重量 450kg の木製のト井上発射機に車輪をつけて運搬を便利にしたありがとうございます